ローションタイプなんですけれども、以前に比べてローションのアイロン時の PPT の特有の、ちょっと焦げたような匂いが、なくなりまして、柔らかいローズの香りで、お客様に不快感なく、使用者にも、使いやすくなっています。またアイロン時の、塊、滑りが、より良くなっておりまして、自然にスルーしながら、柔らかいデザインが作れるようになっていると思います。また、オイルタイプなんですが、オイルというとどうしても重い仕上がりになりやすいとは思うんですけれども、極力、重さのない、オイルとして、軽やかな、柔らかい質感が、できるようになっていると思います。特に長い髪の、お客様とかはやっぱり何もつけたがらない方が多いんですけれども、こちらの、クリームですと、つけたベタベタ感がない状態の中でさらっとした仕上がりで、保湿とツヤ感が出るので、そちらが一番おすすめだと思います。まずパッケージデザインの、特にキャップの部分とかが、特に、女性、大人の女性でもちょっと可愛らしさの中に、使う大人の女性の中にすごく適していると思いますし、あとはやっぱりローズの香りが、そうですね、ほぼ7割8割のお客様、気に入っていただいているので、あまりローズの方が嫌いっていう方がやっぱいらっしゃらないですし、甘い、ローズの香りは、若い、ティーンエイジャーから、20代半ばぐらいの、お客様にとても好まれますし、爽やかな、香りの方は幅広い年齢層に受けられると思います。3タイプある、ローションタイプ、オイルタイプ、クリームタイプを、うまくお客様の、望む、デザイン、質感に合わせて、美容師側がチョイスしてあげて、いいデザインを作ってあげるといいと思います。まずローションに関しては作りたいカールの、質感ですね、そこを今回はある程度弾力のある状態の中でカールを表現したかったので、ハードを使いました。やっぱりダメージを気にされているお客様も多いので、そういったお客様が安心して、使っていただけて、なおかつヘアケア同時にできるっていう部分と、あと今は時代的にもスタイリング剤っていうものは素の質感というのはすごく大事なので、そういった中で、しっかりと保湿を行って潤いのある状態でも、軽い、すがみ感というか、そういったものが表現できるクリームエッセンスっていうのは特に気に入ってます。スタイリングにおいて表現できる質感が、弾力のある、カールとかウェーブから立体感のあるエアリーな質感まで幅広い、質感が表現できるようになったこと、そこはすごく喜んでいただけるポイントなのではないかなというふうには思っています。お客様っていうのは自分に合った自分だけのスタイリング剤っていうのはやっぱ常に探していると思うんですよ。でもそれはわざとらしいものではなくて、その元々の髪質、元々のそのすがみっていうものが綺麗に見えるもの、そういったものを探していると思うんですね。で、そういうお客様の望みというか願いにすごくフィットしたアイテムだと思うので、ぜひ使ってみてほしいと思います。